ツー、今日はどうも、本当に梅雨真っ只中の中を本当に集まっていただいてありがとうございます。なんかね、新聞で見たんですけど、僕は初めて知りましたが、五月晴れって言葉はてっきり5月のさつきの頃の綺麗な晴れぞ青い空を言うのだと思ったら、そうではなく、あれは旧暦だからということで、梅雨の合間のこのような昨日とか今日のような晴れた晴天のことを、本来のさつき晴れと言うと、いうふうに、新聞に、朝日新聞に、読んだ朝日新聞に書いてあったので、いやー、知らないことまだまだ61にもなってあるなと。今まで平気で今日はさつき晴れだーなんて 5月の頃よく言ってましたが、とんだ大恥をね、さらしてたという、まあ最もそれをどれくらいとか、知ってたかどうかがまあ問題ですけども、でもいずれにしてもそういうことが判明して、少しなんか前が約2ミリぐらい先が見えたような気がしたんですけども、今日は、まあ、聞いてるの分かる通り、80s の曲をちょっと聴いてもらっておりますが、今のはトンプソン・トゥインズという3人組、女性1人、男性2人、ユニットで来日もしましたね、トンプソン・トゥインズ。現在も活動はしておりますが、メンバーは入れ替わってますが、はい、そして今流れているのはアート・オブ・ノイズ。TTT レーベルというのができて、そこから出てきたのがこのアート・オブ・ノイズという、誰がやってるかわからない集団ということでしたけども、まあこの辺りからまあ DJ の匿名性とかいろいろ言われるようなことがあって、いわゆるリミックスバージョン、エクステンドバージョン、要するにバージョンの違いにこだわるような音の作りが生まれるようになった。それまでのバージョンの違いというのはせいぜいが、いわゆるレゲエでいうバージョン、カラオケ、そして普通にボーカルが入っているバージョン、いわゆる普通の、歌入りバージョン、まあ、その違いがしかなかったのが、急に、1曲の曲が長くなったり短くなったり、これもそうなんですが、今例えばこれイントロなんですけど、このデュアン・エディのギターが、これがまあ一応肝なんですけど、この人がデュアン・エディ、まあここに若い時の写真が写ってますが、デュアン・エディのいわゆるトゥアンギーと呼ばれるギターなんですけど、それを、ジャケットはまあだからこっちが、実は B 面なんですね。でこっちが A 面という形になります。で B 面の方には今最初に今聴いてもらっていた、いわゆるコンパクトな7インチサイズのものが収められている。で今から聴いてもらうのがそのいわゆるバージョン違いと呼ばれるエクステンデッドバージョン、要するにロングバージョンのことです。だからそんなにすごく、例えばエディットしてあるわけではない、だから割と簡単なエディットなんですよね。ちょっと聞けばそれはすぐに分かっていただけるかと思いますが、あ、ごめんなさい、間違えました、はい。違うかというか、もう聞いてすぐ分かる通り、パーカッションの入り方だの、こういう四つ打ちのいわゆるエレクトリカルなものの、その入り方が違うんですけど、これで長いんですよ。でここら辺までこれ大体もう半分以上経ちますよね。
スパーキャンセルも本当によくかけたし、他でも今でも時々使ってますが、最近はパイレーツのバージョンを使うことが多いんですけど、まあこちらはね、ビリー北村さんは未だにこのバージョンを使ってます。 DJ では、オリジナルはめったに使えません。ということで、こういうようなのが、まあ、一応バージョンが違うっていうようなこと、まあ、そういうようなものが出てきたのが、大体、まあ、80年代、入ってから、まあ、画期的に変わってきたって、そういうことがあるんですが、僕の声は通るので、マイクがなくても大丈夫ですね。はい、大丈夫でしょう。で、今日、先ほど、皆さんにお手元に、10枚ばかりあの CDR を焼いてきたので、そちらの中にもいろんなものが入ってますけれども、前回も何回かこの 80s 特集をやりましたけれども、今回の 80s 特集は前回はどっちかというとポップな感じのものが多くて、ヘアカット100とかそういうような、まあ、ネオアコとかアルテックカメラとかね、その辺のものを中心に、まあやったり、それからファクトリーの話だとか、そうですね、まあ、そのあたりも含めて、いろいろニューオーダー、ニューオーダーの前、ジョイディビジョン、とかの話だとか、あとはなんだ、ヒューマンリーグもちょっとしたっけね、なんかね、ヒューマンリーグの話だとか、ヒューマンリーグデビューした時とヒットした時、恋の残り火、デン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 って、まあ、大ヒット曲、いまだにイギリス行くとあれ、正月、あのクリスマス頃になるとどこでもかかってるんですけどね、すごいですよ、本当に大ヒットですけど、あれなんかが、まあ、話、あれはでも、どっちかというと、ヒューマンリーグが、メジャー路線に転換した、まあ、そういう時代のサウンド、で、その前の時代は、どっちかというと、エレクトリックの音を割と遊んでた、まあ、まさかサイキック TV までとは言わないけど、ディスヒートだとか、まあ、レッドクレイオーラ、レッドロリー、イエローロリーとかっていう、そういうような変わったバンドは、バンドというかユニットを、まあ、エンジニアの人も含めていっぱいいましたけど、まあ、そういうような音作りをちょっとしてた時代があっての愛の残り火だったんで、もうその急激な変化に私はちょっとびっくりしたんですけども、まあ、そういうような話をちょっとしましたね。で、今日はいろんな話、そこにまあいろいろ出てくるので、随時、ご紹介すると思いますけど、その前に、今年はオリンピックの年です。オリンピック今年はどこでしょうか。ロンドンです。その通りですね、ロンドンオリンピックですよ。あともう何日かでね、始まる、何日かっつってもあと1月ぐらいはありますけれども、始まりますよ。で、そのロンドンオリンピックに、応えてと言うべきか、何と言うべきか、こういうものが発売されております。クラッシュで、ロンドンコーリング、2012バージョンということで、これこそまさにバージョン違い、こんなもん作んなくてもいいのにって。2012ミックス、ミックスバイミック・ジョーンズ、おミックだよ、ミック・ジョーンズ&ビル・プライス、ビル・プライスもかよってということで、2人で、まあ、作り上げて、写真の方はペニー・スミスさんの昔の写真をそのまま流用しているという、そういうものなんですけど、じゃこれどこが違うかと、これ興味もあるでしょ。一応クラッシュファンだったら別にどうでもいいかもしれないけど、一回は聞いてみたいよね、やっぱり気になる。俺も別に欲しくはなかったんだけど、聞くには買うしかねえなと思って、買いました。じゃあどっか違うか、当たったら偉い、一発聞いて当たったら結構なクラッシュ2です。でもある意味簡単です。もうイントロ勝負では、ロンドンコーリング2012ミックス。
かりましたね。分かった方手挙げてください。とりあえず一人だけ君は手挙げてんの？手挙げてない。分かんなかったんですか？嘘。じゃもう一回、ロンドンコーリング知ってますよね？あ、今日は知らない人ばっかりですか？ロンドンコーリング、あんまり暮らしとか興味深くないという人。でもロンドンコーリングはどっかで一回ぐらい聞いたことあると思うんですよね。じゃあ頭もう、ほらこんなの入ってないでしょ。あとこれもないでしょ。こっから、こっからですよ。タン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 。それはだから何の、これ証、いい証拠に、こっちが、こっちに、これが、従来のここに入ってる、こっちはだから、ここがまあ僕もそんなに精密に聞いたわけじゃないんですけども、まず頭が明らかに違う。で、秒数が多少長くなってますから、こっちの方がそこで少し稼いでるのと、あとここも微妙に変えてます。なぜ、動画がどういうふうに変わったと思いますか？分かる人？伊藤ちゃん。いや、分かんない。お前、よく聞けよ。これね、まあ、俺もはっきり言って最初、あれ？あれ？あれぐらいにしか思わない。ここのとこ聞いてね。あれ？なんか、あ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 がすげえよく聞こえるって思ったの。だって、いや、なんか感じとして、あれ、混沌として本当はだから、実はそんなに聞こえないんだよね。まあ、聞こえてんだけど、じゃあまあ、これもう一回、あ、これでちょっと戻しますけど、やってんだけど、ミッキー・ジョーンズのギターが被ってんの。ウィーン、こういうのが、これが被ってんのをミックがあえて消したんですよ。だからジョーの声をもっと際立たせようとね。やっぱり言ってもクラッシュはジョーだろうというようなことを多分ミックもここに来て一応ね、俺も人の子だよ、やっぱりジョーだ、今まで俺だ俺だと思ってたけど、俺はやっぱり BAD だよっていうようなことを言ったかどうかわかりませんが、そういうふうに違ってる。だからね、これ買ってね、驚きましたよ、本当に。そういうところがね、気使ってるのか、それとも商売系出してるのかよくわかりませんけど、Dedicated to Joe Strummer とはどこにも書いてありません。そういうことなんで、こういうバージョン違いのものをね、でもソニーもよく出すなと、ミック・ジョーンズもよくやるわと思った次第なんですけども、さあ、それはだからまあ、80年代を告げた音楽はもちろんこれ、ロンドンコーリング、もちろん1980年、正確に言うと79年なんですが、まあでも一応80年、の、まあ、夜明けを告げる、まあアルバムだと、それは世界中が高く評価している、これは事実ですから、まあ素晴らしい2枚組のアルバムだと思って。